こんな姿に。生き恥とはこのことか。私たちも行ってみない？この目で確かめなきゃ。ちょっと、なんなのよこれ。なんで急にこんな数の人が。リベリア様が水着着たって本当なの？リベリア？なぜこんな騒ぎになっている？いや、そりゃリベリアの水着姿見たいからちゃう？ハイエルフの肌なんてなかなか見られるもんちゃうし。そういうことではない。なぜ私が水着を着ているのが周知されているのだ。そういえばリベリア様の水着姿を見た人は、まさかベルクラネル？おお、せや、そうに違いない。あのヒューマン、リベリア様の水着姿を覗いただけに飽き足らず。これじゃないかな。これってサマーランドのチラシ？なになに？サマーランドに来ればハイエルフの水着姿も見られるかも。ってロキー、なんですかこのチラシ。貴様には教育が必要なようだな。誤解や、落ち着いていいな。うちはただサマーランドの成功のために。問答無用。うりゃー。さて、ロキの折檻は終わったが。施設に押しかけた人たちをどうするかですね。リベリア様、どうかどうか高貴な水着姿を。そのお姿を見ないことには死んでも死にきれません。見せてあげればいいんじゃない。それが一番手っ取り早そうだし。そんなハレンチの真似できるか。そもそもエルフが朱木に肌をさらすなどというはしたない真似。かわいい。でも騒ぎが。だね。ティオネも抑え続けるの大変そうだし。うちに、考えがあんで。親に向かって、なんちゅう顔すんねん。せっかくアイデア出そうとしたのに。信用できません。
もともとロキが悪いんだし。ロキ、ね。だあ、今回は大丈夫やって。うちも反省したからな。うちのアイデアに乗ったらリベリアは表に出んでええし、ギャラリーも絶対納得するから。何？本当にそんな方法が？まあ任しときって。いつまで待たせるのよ。入れなさいよ。そしてリベリア様の水着見せなさいよ。まずいわね。このままじゃ鬱憤が爆発して暴徒化。あ、ですです。みんな待たせてすまんな。ん？ロキの声？みんなリベリアを見たいんもわかるけど、殺到してもうたら他の客に迷惑になってまうやろ。せやから、今日は声だけで勘弁してな。すまないな、お前たち。騒ぎを避けるためとはいえ、このような方法を取ってしまって。なるほど。魔石の集音機と拡声器を使って声だけ聞かせるってことですか。あの人たち、リベリアの言うことなら聞きそうだもんね。うん。リベリアのこと好きな人が集まってるから。今日のところは私抜きでプールを楽しんでくれると嬉しい。ここには涼を求めて来た者、水辺で遊びたい者も多い。どうか彼らの楽しみを妨げないでやってくれ。身勝手だが私からの願いだ。リベリア様、私たちも節度を持って楽しみます。はあ、なんとか落ち着きそうね。ほな、せめてものお詫びに、うちがリベリアの着てる水着の実況中継したる。まずバストとヒップの形は当たり前やけど最高。こうや、薄い生地がわずかにそれらを覆ってるけど、隠しきれんとちょっぴり主張しがちなお胸とかが妙に進んで、あと意外に気痩せするタイプみたいや。の次はお尻と肌の色やけど、